それではこちらの表題の漏洩文献を言語処理自然言語処理研究室の西山から発表を始めさせていただきます。今回は、少し内容が違って、今までの、文献書とかと違っていて、テキストから韻律情報を推測するというタスクなんですが、この韻律情報というのは、テキストから音声に直すときに必要な情報ですね。まあ、ちょっとこちらでは書いてないんですけど、まあ、後ほどアクセントの、強調箇所と、あとアクセント句という、単語の、句とはまたもう少し違っていて、もう少し広く、アクセントを判別するための、区切りと、それとあとは、箸なのかみたいなアクセントがどこにつくかっていう部分の予測を行うタスクなんですが、これまで使用されていた特徴量というのが、まあ、辞書から分かる情報であったりとか、形態素解析で分かる情報だったりとかっていうのを使っていたんですけど、それに加えて今回は単語埋め込みを、LSTM を使って埋め込むことで、精度がどれぐらい改善するのかというものの調査になります。でまずはじめにテキストからのアクセント推定の、概要なんですが、韻律情報というそのテキストから音声に変換するために必要な情報を推定するために、アクセントの、分割を行ってあげて、さらにそのアクセントがどういう強弱がつくのかっていうものの割り当てをする必要があります。で、テキストトゥースピーチのシステムではまずはじめにこの情報を付与してあげて、それに対して音声に変換するという2段階の構造になっているんですけど、今回は言語処理ということでこの一番上の、1つ目のタスクを行っていきます。現状の課題としては、まず一つの単語に複数のアクセントが存在することですね。さっきの箸なのかみたいな問題とか、あとアクセントを一つに同定するためには入力したテキストだけではなくて、もっと他の情報、例えば世界の知識だとか、そういった情報が必要なのではないかということが現在言われています。でそのために今回はより強力な、より豊かな構文的な意味的な表現の獲得が必要であると考えて、また高次元のベクトル表現、例えば辞書の情報をそのままワンホットベクトルに変換すると非常に大きなベクトルになってしまうので、そういった場合には非常にスパースになってしまうということが問題で、今回はより低次元でかつ豊かな表現を得られるようなベクトルを利用しようということがモチベーションになっています。そのために、まあ、テキストを埋め込む手法としてはいくつかあるんですが、まあ、後ほど言うのでもう一回ここでは言わないです。で単語埋め込みを用いたアクセント区、境界推定というのはすでにありますが、この手法では、もうゼロから、全く教師なしで、ベクトルを学習させてあげて、それに対してアクセント区の、境界というものを付与するということがあるんですけど、今回はそうではなくて、もともと辞書にあった情報プラス、単語埋め込みの情報で、改善していくということになっています。実験環境としてはバイ LSTM なんですけど、これを使う理由としては今までのテキストトゥースピーチのシステムで最高性能を得ているということですね。まあ、韻律モデリングというのがありまして、あとはアクセント区の境界推定、先ほどのこちらもそうなんですけど、こちらの推定でも同じようにバイ LSTM が使われているので、今回も特に今回 そのモチベーションとしてはそのエンベディングを使うことでどれぐらい精度が改善するかというものが、まあ主体なので、ここの部分はそんなに深く考えず、以前使われていたシステムをそのまま使うということになっています。でベースラインとしてはこれは辞書の情報がほぼなんですけど、まあ、品詞タグだとかユニグラムだとか、ちょっとここに書いてないんですけど、前後の単語の、バイグラムですね。あとは、後ろに続く句読点、どの句読点がつくのかという種類だとか、出現位置がどこか、出現位置が先頭かどうかとか接続詞かどうかっていうものの、まあ、イエスかノーかの0、1の判断と、あとは気構造でどれぐらい離れているかというものと、あとはこれが音声っぽいんですけど、ピッチアクセントレシオといって、この対象とする単語があるそのアクセント、例えば箸というアクセントが何回その単語でどれぐらいの割合で出てくるかというものの情報を付与してあげていたのが今までの情報になっています。で今回はそれにちょっとこの実験のコーパスじゃないですね、あとはちょっと待ってください、これですね、ベースラインに、こちらのスキップグラムとシーボーとグローブの3つの、ベクトルをそれぞれ加えてあげることでどれくらい精度が改善するかというものを見ていきます。でそれぞれ学習しているコーパスはこちらの括弧内の通りになっています。で実験するコーパスはこちらなんですけど、英語を母国語とする女性の3700分のタグ付きコーパスを、訓練データ、開発データ、テストデータそれぞれ 80%、10%、10% で分割してあげて、データの総量としてはこれぐらいの単語数になっています。これを利用してどれくらい改善するかを見ていきます。ちょっと表の見方なんですが、こちらが表なんですけど、この部分の表の見方としては、
この REX というものがベースラインモデルオーバーホットベクトルに変換したものですね。あとは SG というものがスキップグラムで学習しているんですけど、こちらのワード2ベックを使っているものと、ワング2ベックという別のツールを使っているもの、あとは C4 で学習したものとグローブで学習したものになってます。でこの、この後ろについている部分の数字は、次元数になってます。で結果なんですけど、まず、ここあの英語になってるんですけど、これがアクセントの、どういうアクセントがつくかっていう、箸なのか箸なのかっていう、ものの判別なんですけど、単語埋め込みを、利用しないベースラインがこちらになっていて 0.52 ですね。で同じように単語埋め込みを利用してるんですけど、辞書の情報のみを利用しているものがここら辺になってます。ここが大体基本的には 0.54 ぐらいで、ここから下が埋め込みを利用してるんですけど、どちらもいずれのものも非常に、0.1 ポイント以上の改善が見られていて、さらに次元数を300まで上げた時に最も精度が高いものになっていました。また、次元数がこちらが100から300に上げたとき、ちょっとこの黄色はずれてますけど、100から300に上げたときに比べて、埋め込みで300、100から300に上げた場合の方が、まあ、改善が大きかったということで、特に、まあ、豊かな表現を使っているために、まあ、次元数を増やすとより豊かな表現ができていて、特徴がつかめていたのではないかという話でした。同じようにアクセント区の境界推定でも実験を行っているんですが、こちらが先ほどと同じような辞書の情報ですね。なんですけど、ほとんど精度の改善が見られなくて、また最も良かったものが100次元のものなんですけど、こちらの方でもそんなに大きな改善は見られなかったので、今回のこの実験ではベニンコを使った方といって精度の改善が見られなかったということでした。まとめとしては、因率情報表タスクにおいて単語埋め込みの影響を調査しました。で今回は3つのワードトゥーベクトル、ベクターの形式と、あとはグローブのモデルを使用しています。アクセント境界推定においては単語埋め込みの情報の影響は少なかったということと、あと辞書の情報をそのまま埋め込む方式ではデータがスパースになってしまって精度が低くなってしまいますが、埋め込みを利用することで改善しているのではないかという話でした。で今後は他の単語埋め込み方法だとか、アクセント境界推定にこちらの他のベクトルを利用することで改善するのかどうかというものを見ていくという話でした。以上で発表を終わります。